え待って。公式放送で別の加藤純一が出てることあるマジでえ、ちょっと待って、おえ、加藤純一、こう、ニコ生の公式出てんの誰それ本当に ?UFO 学者 <laughs> マジでいるの加藤純一。もう一人の僕。え、名前も一緒なの 名前も一緒なのえ、コラボしようぜ加藤純一で番組しようぜ世の中の加藤純一集めて誰が一番か <laughs> で、他の奴ら解明させようぜ名前変えるの大変らしいけど、ミオジだったら変えられるらしいからさ、2週間ぐらいで。<laughs> 加藤純一。え、あ、ほんとだ待って、ちょっと待って。ほんとにいるのかもう一人の僕が。探してみよう。 本当だ。クソかそってやがる。<laughs> 本当にいる。加藤純一。頑張れよ。同じ同じ名前としてやはり、ね、応援せざるを得ない。<laughs> 加藤純一恥さん味らしい。本当だてめえ。インターネットで加藤純一で活動するんだったら、お人集めろよ、バカがよ。 負けることは許されねえんだよ。加藤純一の初サラしが <laughs> あ、そうなんだ。ええ、いるんだね。愛知が加藤純一。なんか、名前検索みたいのが、できたらいいんだけどな。世の中に加藤純一が何人いるのかっていう。それちょっと知りたいよね。加藤純一株式会社総合システム研究所、代表取締役社長。おー。なかなかいい、肩書き持ってんじゃねえかよ。 最弱の加藤淳一。あんま、Facebook みたいなのにいっぱいいっぱいあるんだほー。まあ、ちょっとね、世の中のもし、加藤淳一さんがいましたら、ね、ニコ生の加藤淳一もあの、応援していただければなと思います。Facebook? お、じゃ、ほんとやってないんだあ Facebook。ほんとにやってないんだよ。日本 UFO 調査普及機関。<laughs> UFO 普及機関ってなんだよ。UFO 普及機構ってなんだよ。みずほの、なんかあれだよ、おいさんにも加藤淳一いるよな。って考あると、やっぱりね、 あの、親がなんか変な奇抜な名前つけなくてよかったわ。ピカチュウやらさ。ありがち。最近キラキラネームっていうね、ワードは、聞かないけどさ。本当によかったわ。加藤順一って素晴らしい。俺はなんかまあ、とある人物から名前をいただいてるんだけど。まあそれはそのうち俺の個人情報がどんどんバレてきたら言うけど。<laughs> とあるな、人物から、あの、名前を頂戴してるから。その名に恥じぬね。 そう、常務執行役、加藤淳一。そう、いるんだよ。今検索したら世の中に加藤淳一って22,400人いるらしい。マジでそんなにいるの加藤淳一。だったらもうゴロゴロいるでしょう。県に、県に50件あるとして400人ぐらいいるじゃん。一県に。ほー。まあ、 加藤がまずな、ありふれた名前だし、順一もかなり、ね、ありふれてるというか。なんか俺に、俺を訪ねてきてくんねえかなツイッターで加藤順一って検索してさ、なんか面白いやつがいるなっ、つって。その2万2千人が仲間に入ればさ、ねえ、コミも潤うし、俺たちもね、応援できるわけだし、加藤順一行政書士事務所もあら、そうなんだ。ほういいね。